東京都中央区日本橋にある東京商品取引所。コモディティとは経済学において完全または実質的な代替可能性を持つ経済的価値またはサービスである。誰がそれらを生産したのかに関係なく市場はその商品価値を同等かほぼ同じとして扱う。鉄鉱石、砂糖、米や小麦といった穀物など 大半のコモディティは原材料、根幹資源、農作物、工業生産品であるが、中には化学品やコンピュータメモリなど大量生産された製品もある。コモディティ物品の価格は一般にその市場全体の作用で決定される。十分に確立した現物商品はスポットやデリバティブ市場で積極的に取引される。コモディティの広範な入手可能性は 一般的に利益率の低下につながり価格以外の要因の重要性を低減させる。コモディティという言葉は15世紀に英語で使われ始めており快適さ、利便性というフランス語のコモダイトから来ている。なおも遡るとこのフランス語はラテン語のカモディタスから派生しており適合性、利便性、優位性を意味する。ラテン語のコモダスと アコモデートを含む単語 OL は、然るべき、適切な方法、時間、または、条件、利点、利益と様々な意味を持つ。経済学において、コモディティという用語は、完全、または、部分的にだが、実質的代替性を有する、経済的物品、または、サービスに対して、特に用いられる。そこでは、誰が生産したかに関わらず、 市場はそれらの実態を同等、またはほぼ同じものとして扱う。カール・マルクスはこの特性を次のように記述した、小麦の味から、誰がそれを生産したのか、ロシアの農度かフランスの農民か英国の資本家か、を知るのは、不可能である。石油と銅は、コモディティ物品の例である。それらの需要と供給は、一つの世界的市場の一部となっている。 ステレオシステムなど非コモディティな品物にはブランド、ユーザーインターフェース、感じ取れる品質など製品の差別化に多くの側面がある。あるステレオの種類に対する需要は別のステレオに対する需要よりもはるかに大きいかもしれない。コモディティ物品の価格は一般にその市場全体の作用で決定される。十分に確立した現物商品は スポットやデリバティブ市場で積極的に取引される。ソフトコモディティは小麦や米などの栽培されたものを言う。ハードコモディティは採掘されたもの。例としては金、ヘリウム、石油などが含まれる。エネルギーコモディティには電気、ガス、石炭、石油が含まれる。電気は通常貯蔵することが不経済であり、 でき、次第すぐに消費されなければならないという風変わりな特徴を有する。詳細はコモディティ化を参照。コモディティ化は商品、またはサービス市場が供給基盤を超えて差別化を失った時に、それを効率的に取得、または生産するために必要な知的資本の拡散によってしばしば発生する。そのため、 かつて市場参加者に高い利益をもたらしていた商品は、ジェネリック医薬品や d l ラムチップなどのコモディティになった。ニューヨークタイムズ記事は、コモディティ化の例として、マルチビタミンサプリメントを挙げている。カルシウムの5 0ラムタブレットは、どの会社が生産し販売しても、消費者にとって、同等の価値である。そのため、 マルチビタミンは現在山積みで販売されており、ブランド差別化もほとんどなく、スーパーで入手できる。この傾向を追う形で、市場参加者に高い利益率を運んでいた、ナノマテリアルが、コモディティ化した状況へと急展開している。それは、コモディティ対差別化できる製品の二元的な、区別というよりも、コモディティ化のスペクトラムである。ほとんどの製品は、 完璧な非差別化性を備えておらず、そのため代替性も備えてはいない。購入者が必要に応じて再生可能な方法を選ぶことができる。エネルギー市場においては、電気でさえも、その発電方法に基づいて、市場内で電気を差別化することができる。様々な製品のコモディティ化の度合いは、購入者の心理と手段によって異なる。例えば、牛乳。 卵、ノート紙はさほど多くの客による差別化がされない。それらに対して製品は大体可能であり、最も低い価格が購買選択における主な決定的要素となる。それ以外の客は環境保全性や動物福祉など価格以外の要因も考慮に入れている。これらの顧客には有機農産物 VS 違う、ケージフリー VS 違うなどの区別が 牛乳や卵のブランド差別化につながり、リサイクルされた、コシ含有割合リアやフォレストスチュワードシップカウンシルの認証がノート紙のブランド差別化につながる。2011年10月28日現在の世界的なコモディティ取引企業リスト。詳細は、商品先物取引及びコモディティ市場を参照。元来の単純化された意味で、コモディティとは、 多くの異なる生産者によって大量に生産された均一な品質の価値があるものだった。その項目のそれぞれ異なる生産者からが同価値とみなされた。コモディティ取引において、それはコモディティを定義する契約に記載されている根本的な基準であり、特定の生産者の製品に固有の品質というものはない。 世界にあるコモディティ取引所コモディティ取引の市場は特にプールへの分割がセグメント需要と一致する場合非常に効率的になるこれらの市場は需給の変化に迅速に対応し均衡した価格と量を見出すことが可能である加えて投資家は商品価格指数を通じてコモディティ市場への受動的な評価額を得ることができる投資を分散して 通貨のインフレ率低迷に伴うリスクを緩和するため、年金基金やソブリンウェルスファンドは、コモディティや同関連インフラストラクチャーなどの、非常上資産に資本を配分する。コモディティの棚卸しで、少ない在庫は、一般的により変動しやすい将来価格につながり、欠品を受け取る。コモディティの棚卸しデータは一つの、共通情報源からの入手ができない。 とはいえ様々な情報源から入手が可能である。棚卸し資産と商品先物リスクプレミアムの関係についての2006年の研究では31のコモディティに関する棚卸しデータが使用された。詳細は労働は商品ではない原則を参照。古典的な政治経済において特にカール・マルクスの経済学批判では商品とは 人間の労働により生産される物体、品物、またはサービスである。対象物は人間の外側にある。しかしながら、いくつかの対象物は、この世界の人たちが、生活において、必要、有用、または、喜ばしいと分かった時に、使用価値を獲得する。使用価値は、対象物を人間が望む対象にさせたり、それが、 最も広い意味での生活手段となる。社会が発展するにつれて、人々は品物やサービスを他の品物やサービスと交換できることを発見した。この段階でこれらの品物とサービスがコモディティになった。コモディティは販売のために提供されるか、または市場で交換される対象物として定義される。コモディティが売却される市場において、 使用価値はコモディティ販売を促進する手助けにならない。そのため、使用価値を有することに加え、コモディティは、交換価値を、市場内で表現される価値を有する必要がある。マルクス以前、多くの経済学者が、交換価値を構成する要素について議論した。アダム・スミスは、賃貸、利潤、ローム、農耕具の消耗費用から、交換価値が構成されると主張した。 アダム・スミスの門弟であるデイビッド・リカードは、ロームだけが、品物やサービスの交換価値の内容であると主張することにより、この点において、スミスのアプローチを修正した。商品におけるすべての交換価値が、商品を作った人々の手から直接得られたものであることを維持する一方で、リカードは、商品の交換価値の一部だけが商品を作った。 勤労者に支払われたと述べた。この商品価値のもう一つの部分とは、作業者に支払われなかった労働、無給労働だった。この無給労働は、生産手段の所有者によって保持されていた。資本主義社会においては、資本家が生産手段を所有しており、それゆえ無給労働が資本家によって、賃料や利益という形で保持される。生産手段とは、 商品が作られる場所、生産に使用される、原材料、商品の生産に使用される器具や機械を意味する。しかしながら、すべてのコモディティが再生産可能なものとは限らず、またすべてのコモディティが当初より市場で売却されることを意図されたものでもなかった。例えば人間の労働力、芸術作品や自然資源など、市場向けに特別に作られたものではなく、 再現性のない品物でさえも、これら値段が付けられたものは、コモディティという形で扱われた。商品に関するマルクスの分析は、労働価値説を用いて、品物の経済的価値を確立するものは何かという、問題解決の手助けが意図されている。この問題は、アダム・スミスや、デイビッド・リカードや、ヨハン・ロードベルトスらによって広く議論された。 これら3人の経済学者は全員商品の交換価値の100%を労働が構成しているという理論を否定した。程度は様々だがこれらの経済学者は商品価格を確立するための供給と需要に目を向けていたのだ。マルクスは商品の価格と価値は同義ではないと主張した。任意の商品の価格は ある期間における需要に対する供給の不均衡に応じて変動する。同じ商品の価値は守備一貫しており、その商品を生産するために使われた労働価値の量を反映するとされる。マルクス以前、経済学者は商品の価値を確立するために労働の量を用いることの問題とは未熟作業者が費やした時間が熟練作業者が 同じ商品に費やした時間よりも長くなることだと気づいていた。そのため、この分析の下では未熟作業者によって生産された商品が熟練作業者によって生産された同じ商品よりも価値が高い。マルクスはしかし、広い社会において商品ができるのに必要な平均時間の量について指摘した。商品を生産するために必要なこの平均時間を マルクスは社会的に必要な労働時間と呼んだ。社会的に必要な労働時間は与えられたコモディティの交換価値のもととなる適切な基礎であった。経済学において価値と価格は同等の用語ではなく市場価格に対する価値の特別な関係を理論化することは自由主義とマルクス主義の経済学者双方にとって挑戦であった。しかしマルクスは 商品の価値と価格は、需要と供給が同等である場合にのみ一致すると、主張した。AB 女子は健 w How a are t c m m o o d and i i t e s h do you trade them?The Balance.1029.2018。コモディティディフィニーション。メリアム。ウェブスター。 リトリーブド三 e d 30 j 二千十2018カールマークスエイコントリビューションツーザクリティックオブポリティカルエコノミーコンテンドインザコレクテッドワークスオブカールマークスフレデリック・エンゲルズボリューム二2 9 P270 オサリバンアーサースティーブン、M ・エムシェフリンエコノミックスプリンシプルズ・イン・アクションピアソン クレンティス・ホール、ISBN 0から13から063085から、3、ナターシャ・シンガー、ピーター・ロットマン、ワークアウト・サプリメント・チャレンジド。ザ・ニューヨーク・タイムズ・リトリーブド17・マーチ2013、シーマ・マッガバン。カモダタイゼーション・オブ・ナノ・マテリアルズ。ナノ・テクノロジー・パーセプションズ655から178、スペクトラム、スペクトラム、の意味に偶示書。 コレクテッド、コモディティトレーダーズ、ザトリリオン、ドルクラブ。ロイター、オクト28、2011、リトリーブド2008年6月12日、エムニコラス・ファイアーツル&、ヴィンセント・バジ、インフラストラクチャー・インベストメンツ・イン・アン・エージ・オブ・オーステリティ、ザ・ペンショーネ・ンソブリン・ファンズ・パースペクティブ。レビュー・アナライズ・フェノンシエア。 ボリューム四十一アーカイブドフロム・ザ・オリジナルオン十七セプテンバー二千十一リトリーブド三十従来二千十一五点ギガバイトエトールザ・ファンダメンタルズ・オブ・コモディティ・フューチャーズ・リターンズ elicf ワーキングペーパーナンバー零七から零八カール・マークスアウトラインズ・オブ・ザ・クリティック・オブ・ポリティカル・エコノミーコンテンド・イン・ザ・コレクテッド・ワークス・オブ・カール・マークス＆。アンド、 フレデリック・エンゲルズ、ボリューム二十八、八十、カール・マークス、キャピタル、ボリューム IP38& 三十八キャピタルアズ、コンテーンド・イン・ザ・コレクテッド・ワークス・オブ、カール・マークス and フレデリック・エンゲルズ、ボリューム三十五 p 四十八、カール・マークス、キャピタル、ボリューム IP87& 八十七キャピタルアズ、コンテーンド・イン・ザ・コレクテッド・ワークス・オブ、カール・マークス and フレデリック・エンゲルズ、 ボリューム三十五 p 九十七アリストテレスポリティカ p 千二百五十七カールマークスキャピタル・イン・ゼネラルザ・コモディティ・コンテーンド・イン・ザ・コレクテッド・ワークス・オブ・カールマークスフレデリック・エンゲルズボリューム二十九 p 二百六十九カールマークス・キャピタルボリューム i p 三十六＆キャピタル・アズ・コンテーンド・イン・ザ・コレクテッド・ワークス・オブ・カールマークス フレデリック・エンゲルズ、ボリューム35、P46、アダン・スミス、ウェルス・オブ・ネーションズ P131&、デビッド・リカルド、プリンシプルズ・オブ・ポリティカル・エコノミー l Economy a n ペリカン。ブックス、1971、ロンドン P55、アダン・スミス、ウェルス・オブ・ネーションズ P153、デビッド・リカルド。 principles of political, economy and taxation pianist しも、56から58、カールマークス、キャピタル、ボ l ューム I、P179& and Capital as contained in the collected works of, カールマークスフレデリック・エンゲルズ、ボリューム35、P189、カールマークス、キャピタル、ボ l ューム I、P39& and Capital as contained in the collected works of, カール・マークスフレデリック・エンゲルズボリューム35 p49 ありがとうございます。